加藤官房長官が就任にあたってのインタビューで、高みを目指す思いに変わりはないと述べ、ポストスナの総理大臣を目指す意欲を示しました。総務会長に就任した時に高みを目指してまいりたい。まあこれは政治を志したものであれば当然の思いだということを含めて申し上げたことは記憶をしております。今でもその思いで努力は継続させてい いかなければならないと自分に言い聞かせているその上でまずは一つ一つの仕事を着実に成し遂げていくことに全力を傾けていきたいと話しましたまた菅政権が掲げる縦割り行政の打破に取り組む姿勢を強調しました縦割りをとらわれないそれから前例党首とあるいは既得権益こういったことを そ,れが立ちはさそうしたものが立ちはだかる障害であればその障害を乗り越えていくそういう気合で取り組んでいきたい。